ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、トリポインの新作1ダイナミックドライバーイヤホン、トリポインピコロ。ピコロは、最近多く展開される、LCP と呼ばれる素材を使った振動板を持っていて、この素材は、弾力と厚みのある、ボヨンボヨンといった擬音が似合う感じの、深くて柔らかく、厚みのある低音域が出せるのが特徴だ。より硬質な印象のある低音が出せる、カーボン系素材とは真逆の印象を持つ素材だな。どちらかが正解というわけじゃなくて、どちらも市場に存在しているのが面白い。ピコロは、そんな LCP を採用した製品の中でも結構お安めな部類に入る1ダイナミックドライバ機。トリポインは、1ダイナミックドライバにこだわってるわけではないけど、代表作、ラインナップに展開されている数を見ている限り、1ダイナミックドライバ主体のブランドと言える。人気なのは、HBB とコラボした、ミール生産終了とオリナシリーズなんだけど、外部のコラボから解き放たれたトリポインは、割と積極的なバランスを持っている機種が多い。例えば、高音域がかなり刺激的な、トリポインセンシベルしかり、分厚い重低音と、音源がバラバラに縦方向に展開する、トリポイン TP1、LCP は前述の通り、低音側の厚みとバランスを取るために、ハキハキした高音域にチューニングされるものが多い中、俺はただひたすらに個性を伸ばすんだとでもいうメッセージ性すら宿す。ピコロの先代にあたる LCP 振動板採用イヤホン、トリポインリーなどなど、お前個性だけで生きてるんか？と突っ込みたくなるくらい、尖ったラインナップだ。そう、このピコロ、実は同構成のイヤホンとして、トリポインの中では2代目。先代のリーは、間違いなく LCP 採用イヤホンの中では最安と言っていいくらい、割り切った価格に、重量のある鋳造金属外装、そして、割り切りすぎた付属品と、中低音に割り切った音質と、非常にわかりやすいモデルになってた。ピコロは、そんなキャラクターを基本的に継承しつつ、付属品、本体の質感、装着感などに見直しが入ったモデル、より多くの人に手に取ってもらえる仕様にしつつも、やっぱりどこかトリポインらしさのようなものが残っている。一番気になってるだろう、音質から話していこうか。ピコロの音質を一言で言うならば、ウォーム、そしてパワフル、演奏の熱量のようなものを感じられる、音が近くで聞こえるタイプのイヤホンだ。重量のある外装のおかげで、全体の音色は暗め、その中に、ある程度きらめく高音域。ただ、全体の密閉感と低音域のパワフルさで結構グイグイ押し込まれるような音がする。全体の分離感はそれほどでもないものの、前作の欠点をちゃんと解消し、高音域側にしっかり伸びる帯域があるので、眠たく仕上がってる印象はないな。LCP 振動板は、中低音域あたりの分厚く、パワフルに鳴らせるところが印象深いドライバーが多いんだけど、ピコロはその例に漏れず、低音側のインパクトが多く、かつ、音色が近い印象で、とにかく分厚い低域を逃げ場なく耳にねじ込んでくるタイプのイヤホンだ。LCP 振動板のイヤホンは、どれもこのような、低音域の厚みを持っているんだけど、あとは、それをどれくらいいい塩梅で逃がすか、というのが肝になってくると思う。そうしないと低音に埋もれてたの音域が全部どっか行っちゃうからな。その点、ピコロはかなり強気に中低音域を押し付けてくる。個性を伸ばせ、弱点は捨てろ、と言わんばかりの、いかにもトリポインが一人で作ったらそらそうなるわな、と言わんばかりの超音だ。ただし、空気穴が1個開いてるので、高音域は呼吸はできてるって感じだな。以前発売されたセンシベル君では、感触傾向に振りすぎて、低音域が凍えてたんだけど、本当に極端なバランスを作るのが好きなブランドだ。それが好きで追いかけてる人が、トリポインのファンになるんじゃないかな。高音域は、特定の音域がしっかり出るおかげで、全体に漫然となってる感じはない。ただ、すべての金属音がしっかりと硬質に響く感じじゃなくて、一部の音が耳にしっかり聞こえるようにされてて、そこのおかげで全体になんとかメリハリがついてる印象。全体的には、やっぱり LCP らしい、厚くて丸い音、というのが前に出てきてる気がするぞ。中音域、このあたりからソフトな表現が耳に残りやすい。ギターの音なんかはしっかりと分離しないので、ここで好みが分かれそう。ボーカルは分厚く、量感があるので、特に声量のある人が近くでしっかり肺活量を使って歌っているような曲に効果的だ。低音域、ここは独壇場、柔らかく、支配的で、全体を覆うような、インパクトのある低音域が楽しめる。多分、選ぶなら、ここを中心に聞き込んでいくことになるだろう。トリポインの先代 LCP 採用モデル、リーもこんな感じの分厚い低音だったんだけど、リーが粘土と物量で流し込んでくるような低音だったのに対し、こちらは若干高音域が位置してる分、メリハリがついていて、リーのもう一歩やりすぎてしまった感を、ちゃんと何でもこなせるんだけど、かなり偏ってるバランスまで引き戻してる印象があるな。
先輩モデル、D の付属品の使い勝手の悪さを考えると、ピコロの方が、誰にでもおすすめしやすい感じに仕上がっている印象だ。暖色なイヤホンは、どれも空間は狭めに感じるんだけど、特に低音が支配的なピコロは、かなり空間が狭く感じられる。耳の直近か、若干入ったあたりから響いてくる、空間全体を覆うような低音域。音域が上がるたびに、若干位置が明瞭になって、そして位置が下がっていく。高音が響いた瞬間だけ部屋が広がっているような、奇妙な感じ方だ。よくわかんない人はとりあえず全てを押しのけて低音が流し込まれると想像すればよろしい。ピコロは若干重量があるものの、平均的な取り回しだ。加えて、トリポインリーと比較して、全体に質感も上がっていて、外観で気になった人も多いんじゃないだろうか。今回紹介するのは、シルバーバージョンなんだけど、この他にブラックのバージョンも用意されている。それぞれのバージョンでは、イヤーピース、ケーブルまで変更されているのがこだわりを感じるな。より長く使えるブラック、より華やかなシルバー、といった感じ。付属品はシンプルで、マニュアル、イヤーピース、ケーブルだけ。本体は重量のある金属製で、持つとずっしりと重量感がある。ケーブルは固く編み込まれていて、崩れるようなことはなく、また柔らかめなので取り回しも良好だな。遮音性は平均的。シェルに重量があるので、おそらくイヤーピース次第で、より遮音性を高めることが可能だ。イヤホンの側面にベントがあるけど、音漏れはそれほど感じなかった。安心して使える一台と言えるだろう。全体的に見てみると、ピコロの装着感は問題がないと言える。重量のあるイヤホンが苦手な人には、もちろん本体重量があるのでどうしようもない部分もあるけれど、基本的にはよく使える、扱いやすい一台だ。ピコロは、5000円程度の、LCP 採用、金属シェル採用の1ダイナミックドライバ機。重量のあるハウジングも特徴だ。価格と特徴的に、ライバルとなるのは、もちろん、先輩モデルでこのピコロより安価な、トリポインリー、同じような重量のあるハウジングの響きを持つけど、こちらはチタンメッキ振動板を採用している、TRNMT さん、そして、同じ LCP に、特徴的なアルミ合金系切削ハウジングを持つ、爽やかな印象の音が鳴る、ゲンハイファイの低価格モデル、C2 だな。特に、C2 は、同じ LCP 振動板、金属外装、そして近い価格と、かなり強烈なライバルだと思う。まずは同ブランドのリーから比較していこうか。リーの特殊性が好きな人を除けば、ピコロはリーの改良バージョンと言えると思う。最初からケーブル、イヤ機ともに実用的なものが付属して、なおかつ、音色としても、リーでは完全に埋没していた高音域を、ケーブルやイヤーピースを変更して掘り出してやる必要があったんだけど、ピコロではこの位置アクションの必要がない、イヤホン何十本も持ってる人ならともかく、普通の人はこの掘り起こし作業で、最終的にはピコロとの価格差以上のコストを払うことになると思うんだ。なので、より初心者におすすめしやすい一台に仕上がってると思う。今から買うなら、ピコロをおすすめするぞ。それから、TRNMT さん、2000円程度で買えてしまうライバルで、外装の質感もピコロに近く、サイズとしてもピコロより若干小さい。MT さんの魅力は、全体のバランスの取れ方。ピコロは、より粘りのある低音域だ。MT さんの低音も十分厚いんだが、LCP を採用して、さらにそこに注力したピコロの低音域はそれ以上、とにかく分厚くて近づいてくる低音域が好きだったら、こっちをおすすめするぞ。どちらも良いイヤホンで、傾向は近いので、振動板の違いや、メーカーの違いを聞き比べるのも面白い2台だ。それから、最後に登場するのが、おそらく最大の競合相手になるだろう、ゲンハイファイ C2。特徴的なデザインの金属シェルと、ベントによって、LCP の特性を残しつつ、全体的には抜けの良い音色に仕上げているのが特徴だ。そう、抜けの良い音、密室換気ねっとり低音イヤホンのピコロとは真逆なんだよな。というわけで、本当の意味では競合しないんだけど、どっちを購入するか迷っている場合、装着感はピコロの方が有利。あっちは複雑な形状のおかげで、耳に当たらないように装着位置が制限されるんだよな。ただ、きちんと適正に軽めのバランスで仕上がっているピコロと比較すると、あちらの方が明らかに一般受けする爽やか系サウンドだ。なんでや、ぽっちゃり可愛いやろ、という人は問答無用でピコロを押していただきたい。また、1万円クラスのよりメリハリの効いたサウンドと比較した場合、ピコロの高音域は限定的に聞こえる場合がある。一緒に聞き比べでもしない限り感じないので、それほど気にしなくてもいいけど、そういう時には、ピコロは、明らかにバランスをあえて崩したイヤホンなんだ、ということを再確認させられるな。というわけで、ピコロは、LCP 振動板の強みを最前面に押し出した、重量のある1ダイナミックドライバーイヤホンだ。余分な付属品はなく、
その分コストが抑えられている。5000円以下で選択できる。LCP 採用の金属シェルはかなり選択肢が少なくて、選ぶのなら、C2 かピコロ。この2択状態って印象だな。そして、ピコロは、非常に LCP の特性を押し出し、密閉感も強い。かなり音が近く、開放感があり、低音が控えめの C2 とは真逆のアプローチだ。それでいて、このイヤホンのベースになった、先代のトリポーインリーと比較すると、高音域にしっかり見せ場を作ってあるので、眠くなりすぎてないのも良いところだ。5000円以下クラスに、LCP を前面に押し出した音のイヤホンが追加された、というのは、かなり嬉しい選択肢になるんじゃないかな。と、こんなところだな。しばらくぶりのトリポーイン。相変わらずのトリポーインで安心した。こういう、主流によらず、相変わらずお前トリポーインだな。ってイヤホンをぜひ作り続けていただきたいところだな。と、言ったところで今回はここまで。